今シーズンを戦い抜いた選手2作に大きな拍手を。そして、アウェーの
スタジアムでも、ここはベルギーソフトスタジアム山形だと思うような素晴らしい空気感、本館を作っていただいた青白のモンテサポーターの皆さん、本当に本当にありがとうございました。今日リーグ最終戦プレーオフという一つの権利をかけて最後まで仕事を尽くしたジェフ千葉の関係者の皆さん、サポーターの皆さん、今日は一試合本当にありがとうございました。千葉さんも思いを背負ってプレーオフを勝ち抜くことになります。引き続き共に日本サッカーを盛り上げていきましょう。今日はありがとうございました。リーグ戦38試合、天皇杯、ルヴァンカップ、一つのコンペティションを振り返ったとしても、私の中では到底満足できるような結果ではありませんでした。おそらくここにいらっしゃる皆さんの中にも、この結果に満足せず不満を抱いている方もいるかと思います。それは私自身も十分に理解しているつもりです。ただし、ここからジェームスの方から戦いに向かうにあたり、その思いはどこか一度ここに置いておいてもらえないでしょうか。ここから本当に厳しい2試合が待っています。この2試合を勝ち抜くためには、前向きでポジティブで健全な思いとエネルギーが必要です。後ろにいる選手スタッフ、フロントのスタッフの人々も含めて、我々はこの2試合勝ち抜く覚悟です。どうか皆さんも前向きで素晴らしいエネルギーで、今一度選手たちの皆さんを強烈に後押ししてください。1試合間本当にありがとうございました。あと2試合どうぞよろしくお願いします。最後に、元ルヴァン山形の選手を代表いたしまして、キャプテン、稲見修斗選手から皆様にご挨拶を申し上げます。本日は、本日の最終戦、こんなにたくさんの多くの皆様にご来場いただいて、本当に感謝しております。皆様にご来場いたしまして、ありがとうございました。ありがとうございます。1年間、私たちを支えてくださった本社さんの皆様、行政の皆様、ボランティアスタッフの皆様、天然主の皆様、ファン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 の皆様、MPTA の皆様、本当に1年間ありがとうございました。今シーズン、少し前半戦、うまく勝ち点を取ることができず、去年の教訓を生かせずに少し苦しい立場にありましたが、本当に良くない時も、私たちを支えてくれたパサタタの皆さんに本当に感謝しています。後半戦、ね、マッカリアさんも選手方の日本の努力とパサタタの皆さんの支えた戦いでここまで登ってくることができました。本当にありがとうございます。自分たちがここから必ず勝って J1 に上がるために皆さんの力が必ず必要です。次の候補の第一戦、今日より多くのお客さんが来ていることを僕は楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。選手スタッフ、ここから
約束週間のプレーオフに向けて毎日必ず努力していきます。そして絶対2つ勝って J1 に上がりたいと思います。皆さんで、皆さん一緒に J1 に行きましょう。ありがとうございました。選手スタッフがスタジアムを一周し、皆様に直接ご挨拶を申し上げます。選手がお近くに移動しました際は大きなご声援をよろしくお願いします。